よしよし、やっと見つけたよ。こんなところを隠れ家にするなんて狡猾なやつなんだね。でもこの正義の魔法少女メロールはお見通しなんだから。あ、お兄ちゃんたち何者？あ、もしかして悪の手下？うんうん、なんだか悪そうな人たちだ。だったら改心させちゃうよ。あ、悪の手下？地域の平和を脅かすのはこの私が許さない。ルーンの光に導かれてやってきた愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。え、あ、ちょっと先手必勝。えい、マジカルキューティーショット。ごめんなさい、人を見かけで判断しちゃダメだよね。うん、反省する。そんなに悪そうだったかな。それでお兄ちゃんはなんでここに？ああ、エルティスワイスで君のことを見かけてね。この赤歌峠は前に任務で来たことがあるけど、元は山賊の砦があった場所で、今はモンスターが出るようになっている。君みたいな女の子が一人で来るような場所じゃない。それで追いかけてきてくれたんだ、名前も知らないのに。いや、名前はあの時も大声で言ってたし。そっか、うん、わかった。お兄ちゃんがとってもいい人だって。それじゃあお兄ちゃんたちの警備隊ってのは正義のチームってことだね。一応そういうことになるかな。それじゃあこういうことだね。愛と正義の魔法少女とノアのお兄ちゃんの正義チームとでタッグを組んで戦うってことだ。ちょっと待った、俺は君を止めに来たんだ。それに戦うって、ここには恐ろしいモンスターが救ってるって。それもただのモンスターじゃない。放っておいたら恐ろしいことになる魔力を秘めたモンスターが、それを倒すためにここまで来たの。それを一人で？何回失敗しようと立ち上がって前を向く、それが真の魔法少女ってものなんだよ。わかった、それじゃあそのモンスター退治に参加するよ。うん、愛と正義のタッグチームだよ。それじゃあ早速行くよ。愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。行くよ、ノア君。了解。一撃パンチ！マジカルキューティーショット！ほら、とどめ！肩慣らしにもならんな。また強くなっちゃった？見つからないな。なあメロール、本当にその魔力を秘めた恐ろしいモンスターってのいるのか？もちろん、昔一緒に戦った人から聞いた情報なんだから。ん？誰かの依頼ってわけじゃないのか？え？違うよ。
でもみんなが困っちゃうようなことになる前に、この愛と正義の魔法少女メロールが悪を倒すんだよ。勝手に？もちろん、人知れず悪と戦うことになっても、それが魔法少女の使命だもの。それにノアのお兄ちゃんだってそうでしょ。え？誰にも頼まれてないのに私のこと心配して追っかけてくれたもん。うん、一目見たときにこれは正義の心を持った人だって分かったよ。悪の手先って？さあ先へ行くよ、ノアのお兄ちゃん。一緒に愛と正義を広めるんだよ。なんだかリーンに似てる。あれこれは魔力を感じるよ。もしかして言ってた怪物って？うん、絶対にそうだ。行くよお兄ちゃん、ちゃんと覚えてるよね？ああ、任せておけ。みんなの平和を脅かす悪い怪物を許さない。ルーンの光に導かれてやってきた愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。正義の心で悪を打つ。ルーンの光に導かれてやってきた警備隊の戦士ノア、ただいま参上だ。これで合ってる？最高に合ってる。それじゃあここで秘密兵器、マジカルプリティグリモワール。勝った！愛と正義の勝利！で、これで終わった？うん、あのモンスターも倒したし、魔導書もちゃんと使えたし、これで悪の魔力が溢れ出してみんなが困ることにはならないよ。ありがとうノアのお兄ちゃん。それならよかった。それじゃあお礼にメロールもお兄ちゃんのことを手伝ってあげるよ。え？お兄ちゃんの正義のチーム警備隊って言ったよね。そ、魔法少女の使命も果たせそうだし。いいのか？うん、正義のために。ねえメロール、一つ質問があるんだけど。何？魔法少女って何？魔法使いとは違うのか？全然違うよ。魔法少女っていうのはね、愛と正義のためにね、